はいたいぐすやちょうがなびら、ちょうや1月の23日火曜日、旧暦では12月の7日なとえび、7日ってことは明日は8日もうちだよね。まあ健康長寿を願って、で大体ね、子供が生まれたらその健康を願ってね、厄払いも兼ねてから八無打ちしてからやるさね。昔は男の子が生まれた時だけだったのかね、いろいろ諸説見てみるとそんな感じだったのかね、というところですが、皆さんのところでは無打ち作りますか？うちもね、つい先日、先週かな、そうだね、先週の木曜日に甥っ子、6人目の甥っ子が生まれたばかりなんですけどね、昨日やっと見に行けて可愛かったさ。だからうちの親とか、あちらのね、嫁ぎ先のお母さんが作ってくださるのかなと思ってちょっと楽しみにしてますけどね、自分では作らんのかねっていう感じなんだけどね。さあこの時期になってくるとだいぶね風が冷たくなってきますので、ムーチービーさんだこんなしてから咳クワンクワンガンガン急になることもあるよね。ムーチービーさでカラカラしてるからかね、ちょっと一口飲んでみようね。さあ皆さんもこんな風に喉を潤しながら、今日からちょっと気温が下がって明日からまた寒くなりますのでね、沖縄はムーチービーさだから気をつけて、体調もねしっかり管理していきたいですねって言ってる私がね、こんななってますけど、急になんか期間に入ったみたいね。ちょっとあれから行こうかね、めぐみちゃんタイトルコールからその間に直しましょうね。石底巻のユンタクランチボックス、さあ皆様改めましてこんにちは。あら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 、びっくりされましたよね。喋り始めから暑さもガサガサゴソゴソして、咳もクワンクワンするし、何飲んでみようねってお水も飲みながらねやっているマーキーマーマーですが、ゆるラジ火曜日始まりましたよ。こんな風にちょっとね空気が乾燥しています。ちょっとだけ湿度があった方が喉鼻にはいいんですよね。そこからちょっとね菌も入りやすくなったりして、免疫が落ちていると風邪にもつながってきますからね。私は今自分にも言い聞かせながら、皆さんもムーチービーさんの来るやいびいごとどうか体調にはお気をつけくださいね。キャンディー舐めながら、であったかいもの飲みながらね、ぜひお付き合いいただきたいですよ。さあ、ゆるラジ火曜日、月曜日の玉木芳乃さんからバトンタッチされまして、マーキーママこと石底巻のユンタクランチボックス、火曜日はクリカランね、定芸1時くらいまでということで、1時前までね皆さんとご一緒させていただきますが、喋っておりますのは、マイクの前に座っておりますのは FM 小座のスタジオということで、沖縄市中央パークアベニュー入りましたらすぐ右手にガラス張りのね角っこにありますから、すぐ目立っておりますよ。外を見ながら、空を見上げながら行き交う人とね、たまにはアイコンタクト、手を振り合いながらという形で楽しくお届けしていますが、その FM 小座のスタジオから生放送で FM 宜野湾、FM 那覇と3局ラジオで同時生放送しています。ラジオで聞いていただけると、CM はもちろん曲もね、全てお聞きいただけるという形になりますが、まあ、曲と CM の間のユンタクなんかもね、もしかしたら何喋ってるかわからんよって感じのねこととか、あとは映像とかもご覧になりたいという方は、ツイキャス、ユーストリームでもインターネット配信しております。またリスンラジオではラジオと同じように、FM 宜野湾を選択していただいて、そこからも生のラジオと同じようにね聞くこともできますので、
皆さんのお時間に合わせて今ねお忙しいですかちょっとゆったりしていますが、そんな、用途に合わせて使いやすいツールでご一緒いただければ嬉しいです。あ、皆さんとお話ししているうちにだんだんと喉もね本調子になってまいりましたが、急なことでびっくりいたしますわ。さてさて、メッセージも番組では受け付けておりますよ。メールアドレスはひるらじ12アットマーク gmail.com、 ひるらじ12アットマーク gmail.com。 後ほどご紹介しますが、リスナープレゼントのご応募もこちらのメールアドレスになっていますので、応募しながらメッセージも送っちゃおうって感じで、ひるらじは一石二鳥スタイルで皆さんメールでもご参加くださいね。さあ、それでは1曲お届けしてから参りましょうか。ひるらじ火曜日は、勝手にマキママの今聞きたいアーティストナンバーからお届けしていますが、今週はちょうど1週間後にね第60回グラミー賞が日本でも生放送をされるということで、まあ今ねいろんな音で、昨年2017年度にリリースされたもういろんな音楽がね、あちらこちらで聴けると思います。皆さんも聴いて、いらっしゃるかと思いますが、日本からはあれですよね、鬼太郎さんもね選ばれていて、なんかどこでしたっけ、愛媛県どこかのお寺の鐘の音を、駆使した、まあ、シンセサイザー奏者なので、そのね楽曲がノミネーションされていたりと、また鬼太郎さんは2001年でしたっけね、にも受賞しているということで、すごいですよね。まあ、いろんなジャンルのいろんな音楽がということですが、まあ、主要4部門がね、生放送ではお届けされるということで、パフォーマンスなんかもねとっても楽しみ、私も今からワクワクしているんですが、その数あるノミネーションの中から私の好きな楽曲が全部入っていたという部門がありました。最優秀ポップパフォーマンス、まあ、グループ部門ということになりますが、1曲目はこちらからお届けしたいと思います。まあ、必ず何かの部門でこの曲取るよねって感じですね。ルイス・フォンシー&ダディ・ヤンキー、デスパシードリミックスフィーチャリングジャスティン・ビーバー。
イロラジー、この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニュー3話、沖縄市の丘の上、沖縄グランメールリゾートの提供と各社の協力でお送りします。石底巻のユンタクランチボックス。昼ラジ火曜日、巻ママこと石底巻のユンタクランチボックス、 FM コザのスタジオから、 FM コザ、 FM ギノワン、 FM 那覇3局同時生放送でラジオでお届けしています。皆さんどちらで聞いてくださっていますでしょうか。メールもありますのでね、よろしければひるらじ12@gmail.com で、リスナープレゼントの応募もなさりながらご一緒くださいね。もちろんツイキャス、ユーストリーム、リスンラジオギノワンでお聞きの方もメールでご参加くださいませ。さあ、今週のリスナープレゼントは沖縄市沖縄グランメールリゾートドレスダイナーのランチ券を一組様にプレゼントします。豊富なメニューに沖縄を感じさせる贅沢なバイキングを沖縄市の丘の上でお楽しみください。ご希望の方はメールで、先ほどのメールアドレスです。ひるらじ12@gmail.com、 HIRURAJI 数字の12、ひるらじ12@gmail.com でお待ちしています。懸命にひるらじとかひるらじリスナープレゼントと書いてくださいね。また、メッセージ、お名前、ご連絡先もしっかりと書いて送っていただければと思います。今週いっぱい応募していますが、今日がラッキーデーという方は今日送ってみてくださいね。さあ、そして先週はそうでした、沖縄マリオットリゾート&スパさんのオールスタービュッフェランチペア券を2組様にということで、当選なさいましたのはあちゃこさん、おめでとうございます。そしていみちゃおじさん、おめでとうございます。ご夫婦で行かれるのもいいかもしれませんね。ちょっと寒くなってくるとデートも楽しくなってきますのでね、どんな美味しい料理があったかお知らせくださいね。さあ、それではメールでメッセージも受けつつ、ツイキャス、ユーストリームでも皆さんとご一緒しながら、お届けしていきたいと思いますが、さあ前半のコーナーは、
石底巻のユンタクランチボックス、いろんなことおしゃべりしちゃいますよということで話題いろいろでございます。ユンタクランチボックスというのはまあね、お昼時お弁当箱にいろんな話題詰め込んで、私は那覇から通っているのでコザにね到着したらそのまずこのハンカチを開いてそこからいろいろとね話題をチョイスしてということになりますが、今日は三段重で持ってきたんですけどね、はいはい、でその中からということですがね、いつも、まあ、楽しい話題とか、まあ、この1週間で特に今日ですね、まあ、気になったこととかあったらとか、あとは告知したいこととかね、ぜひ考えましょうみたいなこととかね、なんか私が勝手にユンタクしながら皆さんにお付き合いしていただいているという感じなんですが、そんなユンタク、今日前半はいろいろありますが、そうちょっと悲しい話題だけどさ、でもねこっち小座だしみたいな、沖縄こどもの国で飼育されていたインドゾウのルビちゃん2歳10ヶ月が昨日死にました。数日前から食欲が減退し体調を崩していました。詳細や死因などは今日、2時からでしたっけね、お昼2時から会見を開いて沖縄こどもの国が説明するということです。もう職員飼育員の皆さんの悲しみはいかばかりと思いますが、お母さん像のねリュウカちゃん大丈夫なのかな、それも心配ですね。ルビちゃんは県内で生まれた初めての像で多くの来園者に愛されました。2015年3月4日に誕生、公募した名前は応募総数6138通の中で最も多くあった。琉球の竜と美しいと書いて、その字に決まり、読み方はいろいろね、クミちゃんとかリュウビちゃんとかいろいろありますが、読み方は、紙に書いてもらって、お母さん像のリュウカがくじで選んだ、花で選んでくれたね、そのルビちゃんになったということで、やっと名前も馴染んでね、ルビちゃんも自分の名前をしっかりと、認知してね、みんなと来園する子どもたちや大人のみんなまでね、笑顔にしてくれていたんですが、ね、毎年来園者と職員が誕生日を祝うなど、リュウカとともに温かく周りが成長を見守っていたところでした。みんなの宝物。高田園長は、ルビは来園者の方々に愛されみんなの宝物だった。生まれてからは職員にとっては全てが初めてのことで勉強だったと振り返り、ルビへの感謝の思いを語ったということです。なんかね今年なんか沖縄すごくもう例年にないほど厳しい寒さもあったりして、初めてね赤ちゃん象の飼育から今成長ちょうど成長期見守っているというところでね、なんかいろんな要因が重なったのかなと思いますがね、でも、もうずっと私たちの心の中にいますしね、まずはリュウカちゃんが元気になってくれること、あと飼育員の皆さんたちが元気になってくれることをね、子どもの国大好きファンの一人としては願いたいなと思っていますよ。そう、象ってあれなんですよね、まあ、インド象とかアフリカ象とかいろんな象、ね、がいますけれども、だいたい約2年超える、ね、21ヶ月からあと長いものでは28ヶ月もお腹の中で、育てて、それから、ね、産み落として成長していくということですからね、そう2年ぐらい、ね、待ち望んだあの日々もまた蘇ってきましたね。ルビちゃんね、天国で安らかに眠ってくださいね。さあそして、ここね、ちょっと温かい話題に行こうかな、席譲り交流始まるという今朝の、琉球新報の朝刊社会面に載っていましたが、中学生たちのね温かい話題です。長崎県での修学旅行中、生徒が電車の中で席を譲ったことをきっかけに県外の女性と読谷中学校の交流が始まっているそうです。
数回の手紙のやり取りを経て、昨日宮原香織さん、埼玉県から来県されたそうで、読谷中に立ち寄ったということです。すごいですね。素晴らしい生徒さんのおかげで旅の思い出がさらに素晴らしいものになったと褒める宮原さんに、2年生の女子生徒の皆さんはいつも通りのことをしてこんなに喜ばれるなんてと恥ずかしそうに笑い合ったということです。笑顔がまた元気いっぱいでいいね。お写真も載ってるんですが、読谷中2年生は、昨年の12月修学旅行で長崎を訪れていたそうです。クレアさん、駒井さんら6人が乗っていた路面電車に宮原さんが乗っていらしたそうで、混雑する車内で宮原さんが読谷中学校のこのグループの前を通りかかった時、クレアさんと野葉さんがさっと立ち上がって席を譲ったそうです。クレアさんたちは、沖縄のバスでもやっていることと自然体だったが、宮原さんは関東などではまず見られないと感動。目的地に着くまで指田さんたちと観光地への道順など会話を楽しんだそうです。埼玉の宮原さんは帰宅後、電車の運転手さんにも一人一人きちんと挨拶をしていた。その場に先生がいるわけでもないのに自然な姿が素晴らしかったと感動を綴って、読谷中学校に送ったそうです。受け取った植地さんは手紙が届いて感動したと、この6人が1人ずつ返事を送りました。宮原さんは夕飯もそっちのけで手紙を読ませてもらったと感激。以前から予定していた沖縄旅行の初日の昨日、読谷中学校真っ先に訪れたそうです。宮原さんを迎えた木原さんら4人は、普段からしていることでこんなに褒められたことはないと話したということです。伊波教頭は、小さなことだが第三者から褒められると生徒たちの自信になると、観光大使となった生徒たちに目を細めたということです。本当ですよね。これがまさしくイチャリバ町で酔い回るとか思いやりの心を持った沖縄の観光大使ですよね。私たち四万十一人一人がそんな風なホスピタリティのもとに観光立県にしていくっていうのがやっぱり大事ですよね。一人一人のちょっとした行動がこんな風にね、沖縄旅行を計画していたけどもう組んでね、読谷中学校の子だったからまずは読谷村から訪れてっていう、こういう旅行ねの仕方っていうのも、私たちね、来てくださる方の、私たち迎え入れる方のね、県民一人一人、なんだか読谷中学校のこの6人の生徒に教わったような気がしますね。さあ、それでは1曲お届けしてから後半に行きましょうかしらね。今日はグラミー賞第60回グラミー賞のノミネーションシリーズの中からお届けしています、ポルトガル・ザ・マンデー Feel It Still。
石底巻のユンタクランチボックス。巻ママこと石底巻のユンタクランチボックス、後半、ゆるラジ火曜日お届けしますね。後半はラジオで絵本や本を紹介しながら、ぜひ後で手に取って読んでくださいよということで、中身の方をちょっとだけ読みながらご紹介しちゃう、ちょっとだけ読んじゃうよのコーナーです。さて今週はこの季節になると読みたくなる一冊ということで、1973年に童話集に編集されていたお話を2006年改正社から絵本として初版が発行された、絵もいいんですよ、阿波直子作、山本隆絵、雪窓を先週に引き続きお届けしたいと思います。もちろん著作権のこともありますので、ご紹介という形でちょっとだけ読んでみたいと思います。さあ、山のふもとの村にある屋台おでん雪窓、ある日三角のプルプルっとしたやつくださいと注文したお客さんはタヌキ。どうも面白い性格のこのタヌキを一人ぼっちだった親父さんは助手にしてやります。でも教えるそばから全部忘れちゃうんですけどね。そしてある日の寒い夜、店を閉めようとするとエクボがポクッと二つにっこり、優しい声の若い娘が雪窓のおでんを食べたいとやってきました。そして見れば見るほど、その娘は幼い頃に死んでしまった娘ではないかと親父さんは思えてしまうのです。タヌキは妙な雰囲気に、子供の頃見た雪女じゃないか、騙されてるんじゃないかと心配するのですが、親父さんはすっかり娘の美代と思い込んでいます。そして娘は帰っていくのでしたが、白い手袋を片方忘れていったので、それから何日も親父さんはその手袋を取りに来る娘を待ちわびているのでした。それから幾日待っても角巻の娘は現れません。今日も来なかった、今日も来なかった。親父さんは毎晩そうつぶやいてうなだれるのでした。10日も20日も経ちました。雪の上に雪が積もり、それがピカピカと凍りました。雪窓のお客はみんな白い息を吐き、親父さん寒いねとやってくるのです。はあ、寒いね。親父さんは相槌を打ちながら、時々注文の大根と里芋を間違えたり、うっかりおつゆをこぼしたりするのです。そしてなんだか上の空みたいな顔で遠い山の方を見ているのでした。そんなある晩、親父さんはタヌキにこう言いました。一つ野沢村まで行ってみようか。へえ、この雪の中をどうやって？屋台を引っ張って山一つ越えていくのさ。時々場所を変えて商売するのも面白いもんだよ。これを聞いてタヌキは拗ねたように横を向きました。親父さん、そんなこと言わなくともちゃんと知ってますよ。あの子を探しに行くんでしょ。親父さんは懐に手を入れて、はあ、あの子は片手が冷たかろうと思ってねとつぶやきました。それでも山は寒いですよ。大丈夫さ、暑い襟巻きしてるから。それでも山にはいろんなものがいますよ。鬼やら天狗やら一つ目やら。大丈夫さ、人一倍度胸はあるから。そうですか、そんならお供をいたしましょう。タヌキは忠実な家来のようにうなずきました。雪窓の屋台をガラガラと引っ張って、親父さんとタヌキが出発したのはその翌日、どんよりとした雪の日でした。野沢村への道は険しいのです。昼はそれでもバスや人の行き交いがあるのですが、夜になるとあたりは恐ろしいほど静まり返りました。その上、雪の山道は思いのほか歩きにくく、タヌキは三度も滑って転びました。親父さん、あとどれほどですか？
屋台の後ろでタヌキは情けない声を上げました。まだまだ担当あるよ。親父さんはのんびり答えました。そういえば天狗が住むという森もまだですし、険しい一つ目峠もまだ越えていません。北風が吹いて粉雪がヒューンと舞いました。明かりをつけようか。親父さんは屋台のランプを灯しました。すると雪の夜道に小さな四角い光がくっきり落ちました。その中でのれんの影がゆらゆら揺れました。急にタヌキはウキウキしてきました。はあ、明かりがつくと気持ちが楽になりますね。お客さんが来るような気がしますね。するとこの時後ろでこんな声がしました。雪窓さん。タヌキはピクリと耳を動かして、はて空耳かしらと思いました。ところが今度は前で誰かが呼ぶのです。雪窓さん。親父さんも足を止めて、はて気のせいかしらと思いました。こんな暗い山の中にお客が来るわけがありません。それでも二人は屋台を止めてしばらくあたりを見回しました。するといきなり風がピューッと吹いて、前からも後ろからも右からも左からも細い声がざわざわと湧き起こったのです。雪窓さん、雪窓さん、雪窓さん。えい、思わず親父さんは大声を上げました。すると声はピタリと止みました。誰もいません。雪をかぶった木々がいろんな格好でシーンと立っているだけでした。チェッとタヌキは舌打ちしました。親父さん、これは木のせいのいたずらだ。知らんふりしてどんどん進みましょう。ゴトンと雪窓は動き始めました。車を引っ張りながら親父さんはふと今の呼び声はミオの声に似ているなと思いました。ミオは6つの時に病気で死にました。やっぱりこんな冬の晩、熱で火の玉のように熱いミオを背負って峠を越えたのはちょうど一昔前になります。あの夜は満月でした。その凍るような月明かりを浴びて、親父さんは天狗の森や一つ目峠をさっささっさと駆け抜けたのです。そうして夜更けにやっと野沢村の医者の家に着いた時、背中のミオは冷たくなっていました。その時親父さんは本気でこう思いました。今通ってきた道の一体どこでミオの魂は飛んでしまったんだろうと。今すぐ引き返したら峠のあたりでしくしく泣いているミオの魂を取り戻せるのじゃないだろうかと。10年経った今でも親父さんはやっぱりそう思うのでした。だからあの晩山の方から角巻きの娘がやってきた時はもう肝が潰れるほどびっくりしたのでした。まったくな、ミオにそっくりなんだから。親父さんは片手をそっと懐に突っ込んであの手袋に触れてみました。東の風に西の風、南の風に北の風。後ろでタヌキが歌っています。親父さんはほーいほーいと拍子を取りました。やがて森に差し掛かりました。屋台の明かりはちらちらとついたり消えたりします。と不意に上の方で甲高い声が響きました。雪窓さん、大根は煮えてるかい？親父さんはピクリとして車を止めました。誰だ？タヌキが上をにらみつけました。するとすぐそばの木のてっぺんに天狗の黒い影が見えるのです。長い鼻がにょっきりと伸びています。両足をぶらぶら振りながら天狗はもう一度、大根は煮えてるかい？とからかいました。それからケラケラと笑いながら、まるでコウモリのように隣の枝へ飛び移りました。タヌキはすっかり腹を立ててぷーっと膨れましたが、木登りは苦手なので大人っぽく横を向いて、あんなやつにかまっちゃいられない、親父さん知らんふりしてどんどん進みましょう、と言いました。雪窓は動き始めます。後ろで天狗がいつまでも高笑いしています。
さあこのあと峠に差し掛かるとかわいい子鬼たちが一列に並んでおでんを食べさせろと当選簿してきたり、でもタヌキの知恵で木の葉を使ってうまく切り抜けます。さあさあ子鬼さんたち引き換え券だ、これを持って野沢村まで来ればおでん一皿無料サービスするぞ。子鬼たちは喜んでキャッキャと騒ぎました。親父さんはその様子を楽しそうに見ていました。小さいミオも木の葉で遊んだのです。目を閉じるとミオのおもちゃになったさまざまの木の葉が浮かんでくるのでした。ままごとのお皿になった木の葉、カルタになった木の葉、船になった木の葉、そして雪うさぎの耳になった木の葉。コンコン小山の子うさぎはなぜにお耳がなごうござる。母さんのポンポにいたときに笹の葉かやの葉食べたゆえ、それでお耳がなごうござる。ミオに歌って聞かせたわらべ歌が浮かんできました。ところが今それと同じ歌を子鬼たちは歌いながら遠ざかっていくのです。コンコン小山の子うさぎはなぜにお目目がこうござる。母さんのポンポにいたときに赤い好みを食べたゆえ、それでお目目がこうござる。まあ子鬼でよかった、親鬼ではとてもあんな具合にはいかないから、とタヌキがつぶやきました。親父さんはうなずいてまた屋台を引っ張りました。お前寒くないかい、片手で襟巻きを直しながら親父さんは聞きました。タヌキは元気に答えます。へい、じっとも。こんな冬のさなか、本当ならタヌキは穴の中で冬ごもりをするのですが、毎晩飲んだお酒のせいでしょうか、それとも商売があんまり面白いせいでしょうか、今年は寒くも眠くもならないのでした。峠を過ぎて道は少しずつ下り坂になりました。もう少しだぞ、励ますように親父さんが言ったその時です。冷たい雪の塊がピシャッと顔に落ちてきて、横からなんだかゾッとするほど気味の悪いものが飛び出してきました。いやー、一つ目だとタヌキが叫びました。親父さんもこの時ばかりは背筋がゾーッとして両手で顔を覆うと思わず飛びのきました。とその拍子に大変なことが起こりました。屋台が一人で走り出したのです。雪の下り坂を屋台は明かりをつけたままゴロゴロと転げ落ちていきました。待てー、親父さんとタヌキは後を追いかけました。けれど勢いのついた屋台はソリよりも馬よりも速いのです。おい雪窓、雪窓やーい。雪窓の四角い明かりはずんずん小さくなりながら遠ざかっていきます。大事な商売道具だ。親父さんは死に物狂いで走りました。走りながらふとさっきのあれは本当に一つ目だったかしらと思いました。親父さん、もうダメです、とてもとても追いつけません。後ろでタヌキがあえぎあえぎ言いました。振り向くとタヌキは尻尾だけパタパタさせながらしゃがみ込んでいます。親父さんもひどく疲れていましたから半分諦めて歩き始めました。ふもとへ行けばなんとかなるだろう。ほっとため息まじりに親父さんはそう言いましたが、きっとその時には屋台はもうガタガタで使い物にならないだろうなと思いました。まったく急にイノシシみたいに走り出すんだから。親父さんとタヌキはよろよろと山を下りました。山のふもとの野沢村の入り口あたりに雪窓は止まっていました。ポツンとまるで赤いテントウムシのように。
あれだ。二人は駆け出しました。雪窓の明かりは次第に大きく見えてきます。オレンジ色の明かりはちゃんと四角い窓の形をしていて、その中でのれんがピラピラ揺れています。ほう、ありがたい、屋台は無事だ。ところがこれはどうしたことでしょう。屋台の中に人影が見えるのです。その上、おでんの湯気まで上がっているのです。そう、雪窓は回転していたのです。確かに。そんなはずはあるもんか。親父さんは目をパチパチさせながら山を駆け下りて、よくよくそばまで行きました。すると屋台の中には、なんとあの角巻きの娘が、そうです、ミオにそっくりのあの子が立ってニコニコ笑っているのでした。お鍋の中ではおでんがどっさり煮えています。いらっしゃいまし。娘は明るい声を上げました。お前いつの間に。急に親父さんは胸が熱くなりました。なんだかわけがわからないままに、もう涙が出るほど嬉しくなりました。お前、ごちそうしてくれるのかい。親父さんとタヌキはいそいそと椅子に座りました。たまにお客になるのもいいもんだね。親父さんはお鍋の中を覗き込んで、それじゃあ一皿もらおうか。娘はうなずいてお皿に大根やこんにゃくを並べました。実はあんたに手袋を返してあげたいと思ってね。親父さんは懐からいそいそとあの手袋を取り出しました。すると娘は嬉しそうに笑いました。わざわざ峠を越えてきてくれたんですね。そして手袋を左手にはめました。見ると右手にはもうちゃんと片方の手袋をはめていたのです。それからとても楽しそうにこう言いました。これは不思議な手袋です。これをはめると右手はとびきりおいしいおでんを作ります。左手はお客をたくさん集めます。娘は左手を高々と上げて、四方八方に向かっておいでおいでをしました。するとどうでしょう、真夜中だというのに、あっちからもこっちからもぞろぞろとお客が集まってきたのです。ほっかむりをした人もいます。背広の人もいます。長靴を履いてジャンパーを着た人もいます。自転車の人もいます。子供もいます。まるでお祭りの晩のように、後から後から人が来て、おでんを食べてはお金を置いて帰っていくのでした。親父さんとタヌキはあっけに取られて、とろんとした目でこの様子を見ていました。さあ、おいしいおでん、雪窓のおでん。娘の透き通った声があたりに響いて、雪窓の明かりは一晩消えませんでした。翌朝、野沢村の入り口に小さな屋台が止まっているのを巡査が見つけました。屋台の長椅子には主人らしい男とタヌキが一匹うずくまって眠っています。おい、起きろ。巡査は二人を揺り起こしました。親父さんはむっくり顔を上げて、あの娘を探しましたけれど、娘の姿はどこにもなく、目の前にはびっくりするほどたくさんのお金が置いてあったのでした。こりゃ昨夜の売上金だ。親父さんは目を丸くしました。巡査は冷やかすように言いました。昨夜はだいぶ繁盛したらしいね。ええ、それで疲れてうたた寝したんだろう。もう少しで凍えるところだよ。ええ、頭をかきかき親父さんは思いました。あれはやっぱりミオだったと。すると胸の中がほっと温かくなってきて、親父さんは
一人で幾度もうなずきました。1973年の童話集に編集されたものを33年後の2006年に初めて改正社から絵本として出版された阿波直子作山本隆絵雪窓、今週は後半お届けしました。ぜひ図書館書店で絵本を手に取って絵を見ながら読んでみてくださいね。お届けしたのは、Z& アレシア・カーラでステイでした。グラミー賞どうなるのか楽しみですね。さあ、昼ラジ火曜日、 FM 小座のスタジオから FM 小座、 FM ギノワン、 FM 那覇と3曲ラジオ生放送でお届けいたしました。ツイキャス、ユーストリーム、リスンラジオ、ギノワンでお聞きいただいた皆さんも
ありがとうございました。ご参加くださりありがとうございました。さあ、ユンタクランチボックスはそろそろお別れのお時間ですね。ちょっと気温がね、沖縄は下がってきまして、で昨日はまたね、関東の方でも大雪でね、もう空の便も大変ですよね。これ娘もね、今大学受験で二次に向けてね、一生懸命なところで、またこれね、二次試験、各大学のね二次試験と被らないようにしてもらいたいなと思ったり、これは親のね願いではありますが、皆さんのね交通とか足の便とかにね影響が出ないように、そして体調崩れないように、また来週の火曜日、マキママとはお会いしましょうね。ひるラジ、この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニュー3話、沖縄市の丘の上、沖縄グランメールリゾートの提供と各社の協力でお送りしました。お相手はマキママこと石底マキでした。明日は水曜日だから、ヤッコベイビーこと富島康子ちゃん、マイタイム、どうぞお楽しみに。